ございます。ありがとうございます。今日はお手の中、お忙しい中、私の、お願いしました発表にお越しいただきまして誠にありがとうございます。長野市議会議員の小泉一馬であります。お隣に座っていらっしゃいますのは宮川義松さん、民間の企業の経営の最高責任者でありまして、また同時に県議会議員選挙立候補の経験のある方でございます。今日は私のサポートということで、特にお願いしましていらしていただきました。では座ってお話を始めさせていただきます。お話大きく2点ございます。1点目は、私長野市議会議員小泉一馬、ただいま記者発表の開始時刻午前10時をもちまして、私小泉一馬が所属していた長野市議会会派改革長野を脱退するということをここに宣言させていただきます。今月8日、つまり昨日のことでありますが、同会派控室におきまして、同会派代表倉野達子氏から、同会派の現有議員から私小泉を除いた構成で同会派同会派構成員の変更届を議会事務局に提出するとの一方的な通告がありました。倉野氏によると、本件に関する同会派内の手続きとしての会派総会等の会議は開催されていないとのことであります。また倉野氏が私小泉以外の各議員から一任を取り付けて判断したとのことでありました。一任は同会派構成から私小泉を除くとの趣旨ではなかったものの、その同意を倉野氏は感じ取ったということであります。今月6日臨時議会では、新大市庁舎新市民会館本体建設工事契約議案について、私小泉を除く同会派議員と私小泉の投票がそれぞれ賛成反対と分裂したこと、および小泉が反対討論したことについては、それが理由ではないとの倉野氏の説明でありました。理由は改革長野と私小泉のマインドの違いであり、白黒をつけて説明できるものではない、主観であるとのお話でありました。政策の違いではなく、マインドや主観で改革構成が変更されることに疑問を感じた私小泉は、文書による理由の明示を要求してきましたが、今に至るまでその提示がございません。以上から同会派と私小泉とも信頼関係がずれたこと、また同会派が健全で民主的な運営が行われると期待できないことから、私小泉はただいまから改革長野を脱退し、以前の会派にも属さない議員として活動を開始いたします。明確な理由を示すことなく、民主的な手続きを経ず、また私小泉からの意見陳述の機会を設けることもなく、一方的な会派構成変更の策謀により、小泉は同会派から不当な精神的苦痛を強いられることとなったわけであります。本件に関しましては、同会派に対する法的措置を検討しているところであります。以上が1点目です。質問は後ほどまとめてお受けしたいと思います。2点目、市長選挙を取り巻く事象について。